コー宗ム商法3年3月17日は、安土桃山時代から、江戸時代前期の大工東領、建築家、大見国出身。天正2年大見犬上郡コー商法幼児村に、生まれ、陽名は、小左衛門と称した。父は、コー小左衛門石博、祖父は、庭長秀廃家の名工、コー左衛門の城光弘。 河羅家は、県民自流の交渉の家系で三つの代より系で、活動していた。なお、追記の名手と言われた、東道高虎は、法洋寺村隣の東道村出身である。宗広は、慶長元年この池の門の造営の功により、十六位左門の城を、同年京都吉田神社造営の功により、文を守るを称することを許されたという。同じく慶長元年には、 慶長を自身で荒廃した、伏見城修築を行い徳川家康に拝謁、江戸幕府開府の翌年慶長九年に、江戸に下り、五作寺係大工法を務め、官営九年から、作寺奉行創設に伴い作寺方大統領となった。唐用建築を得意とした。官営九年芝増上時代特院霊病、官営十三年には、秋本康朝を総奉行とする。 日光東照宮、官営の大造隊に宗広は、四足掃除と共に一門を引き、また佐ジ五郎等を用いて務め、工事完成と共に宗広は四位の位と側帯を許され、四足、掃除、孫宗政も五位側帯を許された。官営16年上の官営寺五十等造営を手掛けた。代表作の日光東照宮は、色彩と彫物を豊富に用い、 建築史上特筆すべき自責といえ、以後の神社建築に大きな影響を与えた。官営十三年日光東照宮造隊を機に隠居し、提発して同県と交したが、官営十七年子息の宗次が急死し、三代宗政が未だ若年であることから宗広が、しばらくの間貢献を行った。その後、宗広皇帝を総県の補佐につけ、自身は、 故郷大江に戻り、昇法3年に死去した。宗広以降11代が、明治維新に至るまで幕府作事方大統領を務め、幕府建築の主要な作品を担当した。ありがとうございます。